梅木つねは、日本のラグビーフットボール指導者。1934年3月24日、大分県靴郡靴町出身。大分県立靴農業高等学校時代は、野球部に入り、高校球児として、甲子園を目指した経歴を持つ。高校卒業後は、法政大学に進学し、法政卒業後に、保健体育教師の教員免許を取得するべく、 日本体育大学に入学した。教員免許取得後、1961年に、私立目黒高等学校に教師として赴任。同校ラグビーフットボール部監督に就任する。同校ラグビーフットボール部監督時代に当時、玉川ベルにあった自宅に部員を下宿させ、毎朝1 0トルをランニングさせたり、玉川の河川実機で真夜中まで練習をさせ、または、 梅木の実家がある靴町の陸上自衛体靴、駐屯地で夏合宿を観光するなど、蒸気を一した猛特訓を行ったという。梅木が率いた、目黒高等学校は、第49回、第52回、第53回、第56回、第59回と、全国高等学校ラグビーフットボール大会を制覇し、自らの門下からは、水谷慎、松尾祐治、 小林秀夫など大学や社会人でも活躍し、ラグビー日本代表にも選ばれた選手を輩出するなど、梅木は高校ラグビー界の名称としてその名を知られた。1984年にはかつての野球経験を買われて、目黒高等学校野球部監督を1年間だけ務めた。1994年に目黒高等学校を退職し、 故郷である大分、九州町へ戻った後、医療法人、特集会顧問を務めながら、ボランティア活動などに取り組む。一方では、政治家転身を目指し、自由連合公認で1996年と2000年の衆議院議員総選挙、1998年と2001年の参議院議員通常選挙に出馬し、2010年には、 地元の楠町町長選挙に立候補するなどして積極的に政治活動を展開したが、いずれも落選している。2013年10月末、大分から孫のラグビー練習を視察するために東京を訪れていた最中の10月28日朝、電車内で急に意識を消失し、日本大学医学部付属板橋病院に搬送されたが、10月29日午前に、 寝室再動のために息を引き取った79歳没。ありがとうございます。